今回紹介するのは、エンジェル投資家。リスクを大胆に取り、巨額のリターンを得る人は何を見抜くのか。という本です。日本にいては実感できない世界を見られる。ジェイソン・カラカニス氏は有名、悪名高きな投資家で、イーロン・マスクとも仲良し、電気自動車テスラ初号機のシリアル番号0。 を購入したことでも有名その後マスク氏に譲ったらしいですが、いろいろな意味で興味深い本です。まず、構成的にはタイトル通りどうやって最高のエンジェル投資家になれるかを彼の実践してきた方法を踏まえて率直に、時には赤裸々に独特のカラカニスしともいえるトーンでノリよく実例を挙げて語ります。すごいのは お金がなくてもどうやってアドバイザーになりエンジェル投資家への道を歩むかまでを指南していることそして彼自身ももともとは外から来たアウトサイダーだったのです確かに冒頭文に孫大造氏ががズバッと書いているように。 シリコンバレーにいない投資家にとっては直接的に役に立つことはなさそうとも言えるそれくらいけうなエコシステムが彼の地にはあるそしてこれからもスタートアップ投資の力学が同じように続く保証はないかもしれないとはいえ彼がどういう道を歩んできてユバーを筆頭とした特大ホームラン投資ができた1万倍以上のリターン まるでゲームをハックする的な考え方は心構えとして失読ですまた逆に見れば彼が起業家のどこを見ているかを率直に語っているため起業家にとっても有意義ともいえる彼はその点について文中で言及しているちょっと仕事で関係したくらいでまるでインサイダーのように語るエセシリコンバレー関連サラリーマン論客が多い日本で このような生々しい話に触れることはまずないという意味でも貴重。一般的にはここ10年間くらいのザ・シリコンバレーな世界をインサイダーの目から垣間見るという意味で少しでもここに興味があるビジネス系の人誰にとってもおすすめできる映画の ソーシャルネットワーク内のシーンみたいな交渉エピソードなどあって人間臭いドラマも中にはある通常はビジネス書のいい加減で読みにくい翻訳は個人的には嫌いなのですが役者はテック系本に関するベテラン読みやすいですしよくここまで彼のブルックリン出身ニューヨーカー的で攻撃的なユーモアある芸風を訳したなという感想です以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。